こんにちは。おはようございます。よし、ですね、今日はクックパッドの食べ取りを使ってお料理をしていきます。今日はこのクックパッドのこの食べ取りですね、毎日お題が一個一個降ってくるんですけど、今日のお題はですね、ニンニク風味のオイルで、好きな野菜をペペロンチーノ風に炒めてみようというお題になります。で、今日はこの菜の花とタケノコっていうのがあったんですけど、ちょっと家に菜の花があったんで、これをまずやって、で、ちょっとタケノコがなかったので、キャベツと、シラスを使ってパスタっぽい感じで炒めていきたいと思います。どっちも炒め物です。じゃあ始めていきたいと思います。まず菜の花ですね、ちょっとしばらく買ってから2日3日置いといたので、ちょっと若干花が咲いたんですけど、花は花で飾ってもいいし、普通に食べられます。で、ニンニクの扱い方ですね。ニンニク、これ丸1個買ってきました。別にこの丸のニンニクがなくても、ニンニクチューブでも大丈夫です。ただニンニクチューブでやるときは若干水が含まれてるので、油跳ねに注意して、怖い人は、蓋とかしながらやってください。よし。で、ニンニクですね、こうなんか取ると結構皮が取れます。こんな感じで取ります。質問とかあったら随時コメントしてください。よろしくお願いします。で、まず頭落とすじゃないですか。で、半分に切ります。軸の取り方もいろいろあるんですけど、普通に半分に取って、こうやって取るのがね、いいかなと思います。焦げの原因だったり苦味の原因になるので、取った方がいいですね。気にしない人はそれで大丈夫です。で、薄くスライスしていきます。で、ニンニクはスライスすればするほど香りが立つので、ただ焦げやすくもなるので、その辺はお好みでという感じですね。2品目はまたちょっと違ったニンニクの使い方をしたいと思います。こんな感じ。よし。で、それをフライパンに入れて、オリーブオイルを入れます。オイルどれぐらい入れるかは大さじ1から2くらいですかね。お好みでどうぞ。で、最初ニンニクは、弱火で炒め始めてください。ニンニクすごく焦げやすいので、弱火で香りを出して、香りが立ってきたらお野菜を入れます。で、菜の花このまま入れてもいいですし、半分に切ってもいいですし、お好みです。丸のままやった方がなんかこう、その野菜の姿が見えて豪快な感じで、それはそれで美味しそうですし、半分に切れば食べやすいですし、お好みです。今日はどうしようかな。炒めやすいので半分に切りましょうか。ちょっとこの花がめっちゃ咲いてる子に関しては飾りたいと思います。どうにしよう。こんな感じ。キッチンのこの辺にお花として置いときます。よし。じゃあ菜の花は普通に半分に切ります。ちょっといっぺんに切ると多すぎるので、まず半分を使って、こう半分ザクザク切ります。で、この穂先をですね、こう切っちゃうと結構ボロボロになって、ブロッコリーと同じ現象になって、このまな板がボロボロになるので、ボロボロでいっぱいになるので、そこは切らないようにしましょう。よし。ちょっとカメラを移動して、
チパチ音がしてきました。こんな感じね。奥にあるのはお昼ご飯の味噌汁です。よし、したら入れます。全然合ってないですけど、蓋とかしてもいいです。中火で焼きます。よし、はい、じゃあその間にキャベツ切ります。はい、放っておくのはどれぐらい放っておこうかな、本当に2分ぐらいおきにこう中を見ながら火の通り具合を見ていくっていう感じですかね。で、焦げ付きが心配だなとか、思ったらお水大さじ1とか2とか足してください。それで大丈夫です。で、今日はちょっと我が家にあまり辛いものを食べない家で唐辛子がなくてですね、唐辛子入れてないんですけど、辛いのが好きな人は普通に鷹の爪切って入れても大丈夫ですし、最後に辛いの足したければこう上からバッバって唐辛子かけてもいいと思います。もうニンニクで炒めれば何でも美味しいですからね。迷ったらニンニクで炒めてください。でキャベツは一口大に切っていこうかなと思うんですけど、私は結構切るよりちぎるのが好きなのでちぎりたいと思います。なんか楽しいからです。特になんかこう大した理由はないです。この組み合わせペペロンチーノにすごい合うし、パスタにしてもいいし、パスタかな。ほら、このたまらないでしょ、このニンニクのちょっと焦げた感じと、この菜の花焼けてる感じ。引き続き、ちょっともうちょっと油足そうかな。たっぷりめの油の方がきっと美味しいはず。という感じで、なんか足りないなと思ったら途中で油足したりとかしていいので、気楽にやりましょう。菜の花は本当に今の時期美味しいし、ニンニク炒めがめちゃくちゃ合うのでおすすめです。で、こういう葉脈のところはスライスすると食べやすいです。こんな感じで、あとはニンニク炒めるんだったら小松菜とかも美味しいし、あとなんだろうな、あと普通にブロッコリーとかアスパラとか、そういうしっかりしたものが美味しいのイメージですね。歯ごたえのちゃんとある野菜といいますか。美味しそう。こんな感じ。これ以上やったらもうちょっとこう柔らかくなりますし、今の状態だったら結構食感が残ってます。これお好みですね。じゃあこれに塩をして終わりです。簡単。で、これ食べきれなかったら普通にスープの具とかにしてもいいですし、
あのそういうアレンジもねできます。ちょっとこの辺で盛りますね。絵面上配信をしてるとすごい手の位置が変になるっていうねよし、美味しそう。普段結構あのストーブって厚手の鍋でオイル蒸しって言ってあの蒸し煮みたいな風にしちゃうことが多くて、久しぶりにこういうシャキシャキした菜の花を食べますが、美味しそうですね。塩だけです。じゃじゃーん、湯気湯気、食べよう。私の一番好きな味見タイムです。うん、うまっ。昼間なのに飲みたい。じゃあ一品完成です。もう本当に10分くらい。よし、さっと流して2品目。これペペロン風とか入ってますけど、なんですか、ごま油とかってやったらなんかこうそれはそれで美味しいんですよ。だから別にこのオリーブオイルがないってなったとしても別にサラダ油でもいいですし、ごま油でやってちょっとお醤油とか垂らしてもいいですし、それはあまり堅苦しく考えずやってくださいね。でニンニク2回目は普通にあのここ取りますね。であの包丁のこの腹で潰したいと思います。上からねこうグッて乗る感じです。で怖い人はなんだろうな、こういうお皿の下とかでやってください。こうやってグッて上から乗るだけ、そしたらこうやって潰れます。それで終わりです。それをじっくりまた同じですね、入れてブリブリ入れてじわじわ焼くだけ、香りを出すっていう感じですね。これマジで美味しいんですけどすごいな、超簡単だな。皆さんニンニクで炒めるのは何が好きですか？なんかアイディアあったら教えてください。あとニンニクスライスをオリーブオイルにつけて先にニンニクオイルを作っとくっていうのもありですよね。そしたらこういうのもすぐできる、切る手間がいらない。ニンニクオイルってどれぐらい日持ちするんだろう。あんまりこういう作り置き的なものを作らないから、まあでも1週間2週間ぐらいは多分持つんじゃないかな、持つはず。ちょっと後で調べます。感じでパチパチしてきます。ニンニクの香りっていうのは正義ですね、うん。そしたらキャベツ入れます。さっきと同じで蓋をします。で蓋をする理由は、私はいつも大体蓋をするんですけど、こう中で蒸気で蒸されるので、あの火の通りが早いです。あと下手に焦げないっていう感じかな。でしらすは炒めすぎるとこの身がボロボロになっちゃうので、最後に加えるぐらいで大丈夫です。結構このこれ置いとくとね、綺麗に咲くんですよ。だからなんかちょっとこの子は食べるにはあれかなって思ったから、こうやって置いとくと
お花屋さんに行かずともお花がお家で咲きます。癒されます。ニンニクで炒めるの何がいいかなと。きんぴらに入れる。なんだろうな、あと、あ、インゲンとかね、そういうの炒めたりとか。あと、まあやっぱなんか食感がある野菜の方がいいなっていう感じがしますけどね。ほうれん草とかだとなんかあの優しい甘みとか香りにニンニクが負けちゃうイメージですね。炒め物っていうとついつい、こういっぱい触っちゃう人がいるんですけど、基本炒め物は中火で大丈夫です。で中華の、すごいでっかいこうコンロ、ガスコンロみたいなので、中華鍋をこうやって振ってるの見たことあると思うんですけど、中華料理屋の火力って家庭の10倍なんですね、大体、まあ、マックス10倍で。なんで、あれだけ大きい中華鍋の中に、そんなにたくさん具材入れないじゃないですか、たっぷり。まあ、大体半分以下ぐらいだと思うんですけど、それで、こう家庭の10倍の火力だからこそこうやってやんないと完成しないんですけど、焦げちゃうんですけど、家でやるときはこんだけ小さい火でやってるので、普通に中火ぐらいであんま触らずにやるので十分です。野菜触りすぎちゃうと水が出るんで、それも要注意ですね。今どんな感じかお見せしましょうか。今半分に火が通ったのかなぐらい。今2分3分ぐらい経ってますけど、それでもあれぐらいの火の通りなんで、あんまり本当気にしないで大丈夫です。でこういう時間にちょっと今はあんまりできないんですけど、洗い物をしたりとか、あとなんかこの辺を拭いたりとかしてると、結構キッチンがいつも常に綺麗と。このながら時間でね、間の1分とかでできることがたくさんあるんで、そういうのやるだけで本当に時短にもなりますし、キッチンが常に綺麗なんでモチベーションもキープできます。シラスは完成前ぐらいでいいですね。で、まあそろそろいいかなって。こんな感じ。焦げついてるところもあり、すごいいい感じですね。じゃあこの辺でシラスを入れたいと思います。シラスがね、好きすぎて何にでも入れちゃうんですけど。だいたい軽く1つまみぐらいですかね、今入りました。まあもう火も通ってるんで、全体にあえるぐらいで大丈夫です。で、これもお塩と、やっぱちょっとお醤油垂らしたいな、和風ペペロン的な。醤油です、詰め替えてるお醤油。醤油垂らした時の香りですよ。できた。おニンニクもほら、ちょっとこういう焦げがついてて、食べたい人はどうぞ。何やらなくともね、別にキャベツだけでも十分ですし、しらすがなくてもできますし、私ニンニク炒めキャベツすごい好きで、一番仕上げにおかかをかけるのが好きです。でも今日はしらすがあるのでね、タンパク質的なうまみはそれが補ってくれるのでいいかなと思います。できた。この湯気がね、最高ですね。なんかあんまり斜めにすると全部落ちちゃいそう。20分ですね。まあ、1品10分ずつぐらいで完成しちゃいます。
ただきます。あ、濃い。振りたいと思います。できました。2品、菜の花のペペロン炒めとしらすとキャベツの和風ペペロン炒めの完成です。わーい。今日作ったレシピに関しては食べ取りの今日のお題に載っているので、ぜひダウンロードして見てみてください。で、来週のこの時間にも、多分この時間火曜日に、皆さんにまたライブ配信を届けできると思いますので、楽しみにしててください。作った人はハッシュタグとかでつぶやいてくれれば私が見てますので、ぜひ。じゃあありがとうございました。お昼時にまたまた。